黒の空を貫いて地球を打った雷槌は我ら幼い人類に目覚めてくれと放たれた。現在マクロスクォーターがいる場所。了解だ。どういうことか説明してもらわねえとな。発信してください。リオン榊、出るぞ。こちらは S.M.S フロント、スカル小隊、オズマリー少佐、ハーバマールに逆らう。ハーバマールだって。何言ってんだよ隊長。お兄ちゃん、どうしちゃったの。報復の意思はないようだ。攻撃を開始する。お兄ちゃん、くそ、こっちの味方じゃねえのかよ。戦うしかないみたいです。迎撃を開始してください。歌のフォールドウェーブが SMS スカル小隊の機体に干渉している。こんなことが可能なの。この歌はシャロンアップルよ。人間の心そのものを支配する力を持った究極のバーチャルアイドル。俺とイサムがこの世界にいて、ミオンが敵の手にあるなら、シャロンがいてもおかしくはない。気をつけて。彼女の歌は人々を洗脳する力があるわ。マクロスコーターのクルーはシャロンの手に落ちている。ミシェ、これ以上の戦闘は危険と判断。マクロスコーターに帰還する。やるしかねえのか。最弱兼備のこの私がピーチ。まだまだ。これ以上の戦闘は危険と判断。マクロスクォーターに帰還する。撤退したのか。なんだ、いくらなんでも撤退が早すぎる。罠なのか。リオン、気をつけてください。マクロスクォーターが変形しつつ接近しています。おいおい、冗談きついぜ。バルキリーでクォーター級とどうやり合えってんだ。さらにクォーター後方からまだ出てくるのか。イワナフ、ノーラ、ニーナを傷つけることのないよう東堂司令からの厳命だ。分かってる。いちいち命令してんじゃないよ。行くぞノーラ、ひよっこどもの相手をしてやらないとな。この前の旧型に乗ってた奴らか。マクロスクォーターの連中だけでも厄介だったのに。あの機体はシン、シン、本当にシンなの。シンがあのような過度に取り込まれるなんて。さっきの奴らとは動きが違う。こいつらもしかして洗脳されてないのか。シン、俺はあんな未来世界を認めやしない。そのために俺は戦うしかないんだ。未来、
もしかしてあんた、ユルバーアンガを使って。なめた真似しやがって。こんなもんなのか、俺は。一度下がってください、アルトさん。マリコここで諦めるほど素直じゃないの。やられちゃうなんて嘘でしょ。無事ですか、アイシャ。大丈夫か、アイシャ。まだまだ。ったく、自分に呆れちまうぜ。ついてきてみや。助かったわ。弾がなくなっちまった。こいつはちょっとばかしマジいな。大丈夫ですか、リオ。もう一発。いい腕だな。腕を取るぞ。引くなら今だぜ。もう一発。なかなかやるじゃねえか。こんなもんなのか、俺は。一度下がってください、アルトさん。マジでピンチってやったな。もう一発。すまない、助かった。この程度じゃ落ちねえよ。もう一発。なかなかやるじゃねえか。まだまだ。当てやがった。もう何やってるのよ、アルト。もう一発。好き放題やりやがって。やっべ、弾切れかよ。弾がなくなっちまった。これ以上やっても意味がない。帰還する。リリー、あとは任せろ。よし。くらえ。なんだと。もう何やってるのよ、アルト。ところでまだやるってのか。一時撤退する。これくらいは楽勝だ。
マジでピンチってやつだな。もう一発。まだいい腕だな。俺の邪魔をするな。まだやるってのか。こんなところで俺は一度下がってください。アルトさん、アルト、なかなかやるじゃん。帰還するよ。そんなもんかよ。少し調子に乗りすぎじゃない。すまない、助かった。くらえ。